いろはにほへと図書館からのお知らせです。2月が終わりますよ。春の気配感じますよね。道の片隅に申し訳なさそうに雪の山ももうすぐお別れです。自由気ままな小さな小さな移動図書館いろはにほへと、ちょっと懐かしい本や隠れた名作、作者がわからないものや手作りのおばあちゃんのレシピ本など取り揃えております。当店は日の出から夕方までの営業、屋根の風見取りがないときは休館となっております。初めて作ったミルクキャラメル、ブラックコーヒーといかがですか。さあ、本日のご紹介の本はフクロウに会いたい、小さい小さい写真の絵本です。フクロウの赤ちゃんの様子が写真に撮られて何枚か載っています。エゾフクロウのこと。フクロウでも特に北海道で暮らすのはエゾフクロウと呼ばれている。本州のフクロウと比べてちょっと色が白い、多分長い冬を暮らすために雪景色にも対応した保護色になったんだと思う。夏場の昼間にほとんど活動しない彼らを見つけ出すのは結構大変だ。それには木々の幹より少し浅い色合いがとても頼りになる。森の一点一点を見つめてもなかなか見つからない。どこにも視点を合わせずに見渡すようにゆっくりと歩く。そうすると自分の目の動きより少し遅れて浅い色合いの残照とともに何か見られているような視線を感じる。慌てて視点を戻し、残照を頼りに木々の葉っぱを奥に目を凝らすと、フクロウがこちらを見つめている。そう、彼らは人間の何倍も何十倍もというより人間とは比べ物にならないくらい目と耳が良い。こちらが彼らを見つけるずっと前に彼らはこちらの存在を確認しているようだ。でも極端に人間を警戒したりはしない。多分遠い昔から人間にとって厄介なネズミを食べることはあっても、ここも穀物を荒らすことはなくて活動時間が勝ち合わない人間とは共存関係にあったからではないかと勝手に考えている。とはいえ大勢であちこちから物音を立てるともちろん警戒して飛び去ってしまう。あまり近づかないでそーっと見守ると彼らはいつも自然な姿を見せてくれる。小さなフクロウのお写真がいくつかあります。なんか落ちてきたよ。ん？どうしたの？あ、落ちちゃった。あれ？双子かな？三つ子かな？あー、四つ子だ。さすがにお母さんも疲れて。森の中は賑やかです。すくすくと静かに育っています。暗くなってきて、でも夜は平気。カケスが脅かしに来たよ。あー、びっくりした。森はすっかり秋色。僕は一人、なんか寂しいかも。これから何が来るんだろう。怖いから隠れてる。でも時々は勇気を持とう。雪の日、こんな日もあるさ。明日はどんな日？けなげに生きよう。僕は負けない。きっといい日が来るから。早く春が来ないかな。ぜひね、お子さんと一緒に読んでみてほしい本です。さあ、そろそろお店じまい。小さな小さな移動図書館いろはにほへと、あな
たの街にもきっと隠れていそうな日常を忘れる空間。ここではゆっくり時間が流れます。またのご来店お待ちしております。人生のほんの一瞬、ご一緒できましたことに感謝申し上げます。